さあ先頭タミヤです。初球から行きました。若月回り込んで一塁送球、素晴らしいフットワークを見せました若月です。まあこの辺り当たり前のようにも見えますが、これなかなか難しいプレーですかね、どうでしょう。いや難しいと思いますね。まあ、あの8月に郡司に、サヨナラホームランを許しまして、無失点記録出てあるのかなと思いますし、 あとあのストレートが何ていうんですかね、指にしっかりかかるようになって、その球速が出るっていう、プロキャリアが10年を超えているのは山田だけということになります。ブルペンリーダーとしての役割も果たしている山田信義、三者凡退、流れを全く渡しませんでした。昨日に続いて見事なピッチングです山田信義。